あなたは、10月の6日、日曜日、負けたが、次回は狙いになる馬がいましたが、見抜けましたかどうも、競馬ブロガーのカラチャンです。僕は人に感謝をされるコーチを見て、自分も人に意見を発信して、その人の物事の考え方を変えたり、新たに加えたり、そんなことを通じて人の現状を良くできる、 そんな人はかっこいいなと思い。そのな役バッにの発信活動をおかげさまで2年と7ヶ月でやらせてもらっています。競馬ブロガーのカルちゃんです。さて今回はですね、先週10月の6日日曜日、負けた負けたのだが、次回は狙いなる馬がいたので、シェアしていこうと思います。はい。では早速3頭ピックアップします。3頭。1頭目です。はい。 日曜日、東京の第8レース、芝の1600メートル戦。ここで、4着に敗れた。エイムエンド号です。エイムエンド。じゃあ、なぜこのエイムエンド号が狙いなのか、次は。このまま、えー、前回、10月の6日日曜日、開幕手の東京芝で、2番手から4着と、もうこれだけ見たら全然なんか推し材料じゃないんです、ね、開幕手先行有利なのに、 二番手につけて四弱だったと。これだけ見たら全く目立つものでも何でもありません。しかしですね、このレース、逃げたロザムールという馬が最後の直線構成でずっと外側に逃げようとしたんですね。外側に膨れながら走ってたんですで、二番手につけてたこのエイムエンド号は、そのに外にね、逃げようとする馬を、 避けながら避けながらっていう形でアンジョ、安城美雪騎士も注意しながらずっと追,い追ってたんですね。で、前にいるロザムールが外に逃げたら、その m ムエンドコもつらえて、押し出されるようにして外に移動するので、まっすぐゴールまで走れなかった。この不利があったんですね。でしかも最後は挙句の果てに、ロザムールが一気に外にガーッとスタンド方に、スタンドの方に寄れてしまって、m ムエンドコは外から来ていてもまたも挟まれる形になっちゃいました。でも、この不利がありながら読んじゃかったんですね。つまりこれ。 見た目の着地以上に中身が濃いです。なので、次はまっすぐ走れていたら、ま、2着争いに加わっていったんじゃないかなって思えるくらいなんで、次回は狙ってみてください。次回以降注意です。はい。で、2投目。2投目。上ですね。東京、日曜東京12レース、6着に敗れたゴールドブラッド。上ですね。はい。なぜこのまま狙いか。この、えー、日曜東京12レースのダートのマイル戦は、1着から4着馬が全て、4コーナーを、 9番手、あるいは、まあ、0何番手で回って、いわゆる16頭立ての中で、後方にいたれ馬、立ちで決まったんですね。しかし、ゴールドブラッドは果敢に3番手、しかも休み明けだったのに、3番手から追走して、先行勢の中で再戦着を果たしました。この6着というのは評価が高いです。なぜかというと、このゴールドブラッド自身、休み明けが全然走んないですね。休み明けの成績が悪いです。悪い馬なのに、先行有利、先行不利な、 レースを先行して粘ったんですね。なので、これはちょっと、次以降、叩き2層目以降期待できるなという形で注目しておいてください。3投目。<laughs> はい。これ負けた馬じゃないんですけど、次回注目してほしいです。ルプリューホールという馬です。これ東京じゃなくて京都なんですね、勝ったの。京都の第8レース。芝のマイル戦で勝ち上がりました。先週、京都大商店がドレッドノーナスダブリアイト、えー、シルバンジャーという、 もう内枠で内を通ってきた馬が上位に決するような、まあ、京都芝は完全に内が有利だったんですね。この中でこのルプリホールという馬、なんと最高峰まで下げて、しかも一番外から伸びてきたんですね。まあ、横山の弘騎フは一部ではポツンと評されるような、いわゆる乗り方をして、大外から差し切りました。これ横山騎士のきっと腕も光ったのではあろうかと思われるんですが、しかしそれにしても京都の開幕中内が有利なが大外から差し切っていうのは、なかなかできないです。 なので、この馬、この馬衛がね、実際昨年の冬、占領賞という、まあ、半身のね、ハイレベルなレース。で、4着でした。どういうハイレベルかというと、まあ、1着馬は、後に重賞2着になり、2着馬は、後に重賞かつ馬と僅差の2着を繰り返した。そんな、えー、レースでした。で、このルプルホールは4着だったんですが、その占領賞で4着以下だった馬も、すでに2勝クラスい、 まあ、9、9の名前だとまあ、1000万クラスを勝ち上がるなどハイレベルな戦いだったんですね。その中でルプリホールはそもそも4着でした。なので、この馬はですね、一夏起こして休んで体重が今回増えてたんですが、体重が増えて本格化した。もう変更、本格と言わないまでも、馬体が一回り大きくなって成長したと見れば、今後も狙わないわけにはいきません。なので、このルプリホールをも覚えておいてください。では、今回。 注目は改めて3と、エイムエンド、そして、ゴールドバラット、そして、ルプクリフォール、この3を覚えておいてください。それでは今回は以上です。競馬ブローガーの方ォルでした。ありがとうございました。なお、最後まで聞いてくださったあなただけにお知らせです。愛されて2年と7ヶ月1400人が目からうろうと言ってくださった。 こんななんだったらもっと早く知りたかった。目から鱗こでした。と。そんな、え、声を1400人の方からいただいた。最新の帯風ゲット禁断バーケン率の全貌。まあ、秋ケババージョンに最新版に改良して、書きのお説明欄のブログの方で発信をしてます。ぜひ、えー、仕様にまとめてあるので見やすい形にもなってるんで、今すぐ書きのお説明欄のブログリンクの方をクリックしてチェックしていってください。そっちの方で丸裸にしてます。それでは、今回は以上です。ケバブロガーのカルチャンでした。ありがとうございました。